ております、星恵子と申します。もみじの紹介を、簡単にします。もみじというところは、もみじは、日系のシニアの人が入っている非営利団体の、アパートです。スカーボローにあります。私たちが、サービスをしているのは、60以上の、シニアの方とその方をケアしているケアギバーの方へサービスを提供しています。今まだ COVID の中なので、いろんなプログラムですね。がオンラインでやっておりますので、ぜひ興味のある方は、私たちにご連絡ください。でですね、今はい、けいこさんありがとうございます。で、私の方ですけれども、ジャパニーズソーシャルサービスでソーシャルワーカーをしております、チエと言います。JSS は日英で相談業務をしておりまして、またプログラムも提供しております。日系会館、日系文化会館ですね、の2階にお部屋を借りて活動していますが、現在も、コロナのため、職員は全員自宅から勤務をしております。ご連絡などは代表電話番号にいただけましたらが、カウンセラーが出ます。もしくは、留守番電話になりますので、要件、お名前、連絡先をお残しいただければ、こちらから繰り返させていただきます。または、メールアドレスですね、こちら代表の info@jss.ca の方にお送りいただいても大丈夫です。はい。で、最近ですね、今週からですけれども、日本の、外務省からの出資により、コロナウイルスのですね、COVID-19 ホットラインというのを日本語と英語で開始しました。月曜から土曜までですね、金曜日を除きますけれども、の11時から午後4時まで、12月11日までのちょっと限定なんですけれども、こちらの電話番号で受け付けておりますので、ぜひ何かコロナに関する質問ですとか、不安なこととか、疑問なこととかありましたらお寄せください。ただ医療相談電話ではございませんので、一応そういったことはお伝えしていきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。で、JSS さんまた他に日本語でプログラムをいろいろ提供しているんですけれども、このもみじさんとやっているセミナーの他に、優しいシニアヨガですね、55歳以上の方を対象にしたシニアヨガのグループですとか、あとはクラフトクラブ、クラフトが好きな方の交流会、ホットランチ交流会、まあ、ホットランチのプログラムがあったんですけれども、こちら今やってないので、ホットランチとか料理が好きな方、ホットランチのボランティアさんとかも中心になって交流会をして、毎回楽しくおしゃべりをいただいています。こちらですとか、あとはお元気ですかプロジェクトですね、一度6月に終わったんですけれども、もう一度また再開できることになりましたので、ちょっとなんか誰かとおしゃべりしてほしい、誰かに話を聞いてほしい、こんなことが疑問にあるということがありましたら、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。はい。ではですね、早速、実際の本題に入りたいと思いますので、もみじにお住まいの皆さんにはおなじみの、看護師の岡田由香さんを講師にお招きしています。由香さんでは、自己紹介の方から、お願いをしたいと思います。はい。皆さん、こんにちは。もみじ。ヘルスケア協会で看護師をしております岡田由香と申します。今日はですね、免疫の話をさせていただきます。スライドの最後にですね、私の連絡先とか、電話番号を出しますので、今日より後に何か質問が思い浮かんだ方は遠慮なくどうぞ私の方に連絡をください。ではもう始めていいですかね。はい、お願いします。はい、ちょっとね、まだスクリーンを出したりするのに私まだ慣れないので、とご辛抱ください。よいしょ、これで私今スクリーンシェアできてますか。はい、ありがとうございます。今日ですね、免疫のお話ですけども、新型コロナが始まってから結構こういう免疫力を上げようという話はいろんなところで聞くと思うんですけれども、JSS さんと、もみじが主催っていう共催ということで、高齢者の方に特化した焦点を当てたお話にしようと思ってます、今日は。だいたい30、35分。
長くて40分ぐらいのお話になりますけども、皆様お付き合いください。じゃあ行きますね。まずですね、一番初めにやっぱりどうしてもお話ししておかなければいけないことが、ちょっとくださいね、新型コロナのお話ですよね。私たちがですね、新型コロナウイルスへの免疫を獲得するまでに、まだあと数年かかると言われています。そして、2回のワクチンをちゃんと接種したとしても、これから年に1回の追加接種、要するにフルショットみたいに受けていかなきゃいけないのではないかという科学者もいます。そんな中で、感染や重症化を避けるために私たちが今できることはやっぱり2つ以下の方法なんですけども、1つはもう皆さんが、もうずっとこの1年半以上やってきた基本的な感染予防の対策ですね。手洗い、マスク、飛沫感染の届く距離を避けるということは、社会的な距離2メーターの距離を取るということですよね。それから自身の免疫力を最善の状態に維持するということが、この新型コロナ の感染のがひどくなる、重篤になってしまうことへの予防にもなります。これも後で詳しくお話ししますね。まずですね、日本人の死因のトップ3はがん、心臓病、脳卒中というふうになっています。これはよく言われるんですけども、しかしですね、60歳以上で見ると、何らかの感染で亡くなる方が 40% を占めてしまうんですね。その後に、心臓脳卒中系 30%、そしてがんが 19% ということで、この何らかの感染っていうのは肺炎とか、敗血症とか、要するに感染ですよね。いろんな感染ということですね。このことから分かるように、加齢に伴い私たちの免疫力も衰えていくことが分かります。ではですね、免疫システムの話をちょっとしますね。これも生物学のお話みたいになりますけども、ちょっと分かりやすく簡単に説明します。これを知っておくとゆくゆくの話が分かりやすいので、私ここに細胞戦争なんて書きましたけれども、全くこれも本当に戦争みたいなものなんですね。説明しますけども、まずですね、免疫のシステムには大きく分けて3種類あります。3層になっているっていうかな。まず1回目、いや一番初めに防御機能があるのが私たちの皮膚とあと粘膜なんですね。そこでまず外から来た外敵病原体を防ぐんです。ただその後にその皮膚にちょっと穴が開いてたりとか、体力が衰えてて粘膜がうまく働かなくて、そこから病原体が体内に入ってきた時に、次に待っている防御反応、防御機能を持ってる細胞群がいるんですね。それがここにある2番の自然免疫と言います。自然免疫細胞群、私これわざと軍隊の軍書きましたけども、これ半分冗談です。自然免疫細胞群といって、皆さんマクロファージなんて聞いたことありますか？これが一つの細胞ですね。あとナチュラルキラー細胞から好中球、好酸球とか樹状細胞とか細かくありますけど、これ覚える必要はないです。ただこういういろんな細胞たちがまず2番目のディフェンスで、います。そしてその次、最後にいるのが獲得免疫細胞群って言って、T 細胞、B 細胞ってありますけども、皆さんキラー T 細胞なんて聞いたことありますでしょうか？この詳しいことをちょっと説明しますね。まず自然免疫なんですけども、マクロファージとか今名前出ましたけども、こんな印象で、とても貪欲、食欲があるっていうか、外から体に入ってきた病原体をとにかくまず何でもかんでも食べてしまうっていう働きがあります。
これ生まれながらにみんな人間持ってる免疫なんですけれども、病原体の種類に関係なく異物を何でもかんでもとりあえず食べちゃうんですね。そういう役目です。加齢に伴い勢いはやや衰えていきます。でさっきもあったようにナチュラルキラー細胞とか樹状細胞とか、まあ、何種類か細胞がありましたよね。その細胞たちがお互いに助け合って、そして連絡を取り合ってチームで働くんですね。でそれでもうまく働けなくて、病原体が私たちの細胞の中に入り込んでしまうことがあるんです。やっぱり取り逃がしたりとか勢いが強かったりとかすると、その後に出てくるのがこの獲得免疫の出番なんです。獲得免疫は生まれてすぐには機能してないんですね。でなぜかというと、体内に入ってきた病原体に接触するたんびに学習するんです。あ、これはこういうやつだと、でこういう武器を使えばこの病原体は死ぬなっていうのを獲得していくんです。勉強していくんです。でこれ一回勉強するともう数十年にわたって記憶してくるらしいんですね。でこれを学習するのにもやっぱりさっきあった自然獲得免疫の、細胞たちがここ、こういうやつが入ってきましたって言って獲得免疫グループに伝令が走るんですね。そしてどういうやつが入ってきたってな、どれどれっていう感じでうまくコミュニケーションをとってみんなでチームで働いてます。でこの獲得免疫の特徴は、抗体っていうものがあって、抗体などの武器を作るんですね。そして特定の病原体に狙いを設置します。だから自然免疫は入ってきてすぐに食べちゃうんですけども、それより奥に入ったやつをやっつけるので時間はかかるけども、一回狙いを定めると有効な武器を持っているので確実に殺せます。で一回学習するとその獲得免疫が分裂増殖して、で免疫細胞集団を作って次の攻撃に備えるんです。この免疫細胞集団っていうのは、例えばハシカだったらハシカ用の軍団がいて、一回ハシカにかかるともう次かからないっていうのは、その次にハシカが入ってきた時に、ハシカの菌が入ってきた時に、そのハシカ用の細胞軍団が自分たちの出番だって言って出て行ってやっつけるから、一回かかった病気に次にかからないっていうことが起こるんですね。はしかとか水疱瘡とかそういうものは、おたふく風邪とかは一回かかるとかからない。ただですね、この獲得免疫細胞たちは私たち年齢を重ねるごとにの体力、運動能力とか視力、聴力とか衰えますよね。それと同じように獲得免疫細胞も衰えていってしまうんですね。でこの機能が、衰えると、若い頃は簡単に治ってしまう病気でもなかなか回復しないとか、抗生物質を投与しても効き目が悪いみたいなことが起こってしまいます。免疫力のピークはなんと思春期、10代思春期なんですね。で20歳頃からもう減り始めます。機能が衰え始めます。40歳代でピーク時の 50% しかありません。なんと70歳代では 10% しか残ってないと言われています。高齢者の体は本当低レベルではあるんですけれども、慢性的な炎症が常にある状態にあるんですね。でこの状態は、自己免疫疾患っていうことを聞いたことあるかもしれないんですけれども、リウマチ、関節リウマチいやアレルギー、がんの発症とか、ワクチン効果の低下などにも密接に関係していると言われています。この炎症反応が
年を取るごとによって体の中の炎症を制御する機能が衰えてしまうっていうのが理由ですね。はい、ここでまた新型コロナに戻りますけれども、新型コロナ自体はですね、実はインフルエンザの菌よりも毒性は弱いって言われてるんです。でもなぜこんなにみんな重篤な状態になってしまうかっていうのがとても特殊なところで、実はそれは免疫システムを誤作動させるじゃないかっていうふうに今言われてきてるんですね。それの言葉がサイトカインストームって聞いたことあるかもしれませんけども、免疫暴走っていう言葉で言われてます。でサイトカインっていう物質はですね、さっき私が免疫の話をしたときに、その自然免疫の中と、それから獲得免疫の免疫細胞同士でコミュニケーションを取ってますよって言いましたよね。そのコミュニケーションに使う、その物質っていうか、ケミカルっていうか、それの一つがサイトカインっていうものなんです。インターフェロンとかそういうものもあるんですけども、そういう中の一つがサイトカインというものなんですね。でサイトカインを主に出すのはマクロファージさんとか T 細胞さんたちが出してコミュニケーションを取るんですけども、その一つの方法として、まあ、いろんな役目があるんですけど、サイトカインには炎症を誘発して病原体と戦うっていうこともあるんです。ちょっとなんか相反するようなことを言ってますけども、炎症自体は、まあ、戦う時点で一つのプロセスとして、まあ、大切なことではあるんですね。でもうまくできていて、そのある程度戦って炎症を起こして敵が死んでいくと、今度はもうそろそろいいですよっていうの炎症を頃合いを見て制御するっていう細胞もいて、でそういうサイトカインを出すんですね。ただここで新型コロナの重症患者の人たちを調べると、炎症を誘発するサイトカインが異常に増えていたんです。その一方で炎症を抑えるサイトカインが減っていたっていう報告があるんですね。なので炎症がどん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 進む、つまり免疫が暴走してしまうと、自分の細胞組織まで攻撃してしまって、攻撃がもうやまないんですね。そしてもう自分ので自分を壊していっちゃうんです。でその結果何が起こるかというと、血管や肺の組織が傷んで重篤な状態になる。例えば血栓ができてしまったりとか、あとは脳梗塞とか心臓発作が起きて急死してしまうっていうことになってしまうそうです。はい。ということでですね、免疫力を上げる方法に移りますね。まずここで残念なお知らせですって書いてあるんですけども、実は魔法的な、マジック的な、速攻力的に免疫力を上げる方法はないんです。でまずキーポイントが毎日の努力の積み重ねが鍵になります。でここにずらーっと8つ私書きましたけども、方法を食事とか水分とか腸内環境、運動、睡眠なんて書きましたよね。でこれらの方法は他の慢性疾患とか生活習慣病、糖尿病とかを予防する方法として、もう皆さんはすでに何回か聞いたことあると思うんですね。なので、あ、またこれかと思うかもしれませんけれども、結局ここに行き着いてしまうんです。しかしですね、これらのことが免疫を上げることに役立つっていう知識があると、今後また生活が変わってくると思うので、まあ、少しの間ですけども我慢して聞いていてください。ですね、免疫を上げる食事からいきましょう。これもですね、もう皆さん過去に何回も聞いたことあるもんだと思うんですけれども、先ほども言いましたけれども、何かに感染したとか、例えば風邪をひいたからといって、この免疫力を上げる食事を食べたら、いきなり食べてたくさん食べたら治る、風邪が治るっていうわけじゃないですよね。で例えばですね、これらの食べ物、バランスの取れた食べ物ですよね、を食べると
心臓発作とか脳梗塞の予防になると言われてますけども、逆に、心臓発作とか脳梗塞になった後に体のいい、にいい食べ物を大量に食べたからといったも、あの心臓発作が治ったり脳梗塞が治ったりするわけではないのと同じように、あくまでも毎日の地道な、積み重ねによる予防策なんですね。で、あ、まずですね、よく私聞くんですけど、うちの母親もよく言うんですけども、年寄りになったら野菜中心の食事でいいと、もうお肉はいらない、肉は若い人が食べてればいいってよく聞くんですけども、これは間違いです。年を取ったからこそもっとお肉や魚、大豆なんかのね、まあ、良質のタンパク質を取った方がいいと言われています。で、あの免疫力を上げるのにビタミン類はって聞かれますけども、あのいろいろあります。ビタミン A、ビタミン B、C、E、D って何でもですけども、あのこれらすべて免疫力を上げます。総合的に上げます。だからどれか一つ、もうビタミン C だけバカみたいに取ればいいってわけではなくて、あのバランスよく取ってください。からミネラル類ですね、あの葉酸、亜鉛、カルシウム、マグネシウムみたいなこともあのバランスよく取らなきゃいけないですけども、必要です。欠けてはいけません。亜鉛が最近このコロナが始まってからあのよく言われるようになりました。あの英語でジンクって言うんですけれども、あの亜鉛が特に ある一定の免疫力を上げるのに必要だって言われてます。はい、これですね、抗炎症作用と食品、まあ、抗炎症作用は本当にあの抗免疫力だけではなくて、他のいろんな病気、関節リウマチとかを防ぐので、これはもう積極的に取ってください。もう本当に見て分かる通り、よく効く青魚とか、あとオリーブオイルとか緑黄色野菜とか、そういうもんですね。そして炎症を引き起こす食品が、あの白い精製された小麦粉、砂糖から作られたもの、炭酸飲料もいっぱいあの砂糖入っているので、あの商品名出すと大丈夫かな、でもまあ商品のスポップですね、炭酸飲料はダメと。で、既製の揚げ物、まあ、自分でね上質の油でちょこっと揚げ物するのはいいのかもしれないけど、よくはないけども、まあ許せるとして、テイクアウトのフライドポテトやチキンとか、そういうものはなるべく避けましょう。ドーナツもそうです。マーガリンとか加工肉も危ないです。腸内環境に行きます。腸内環境っていうのが、これまた最近言われてきますよね。プロバイオティックとかよく聞きますよね。で、免疫の、方でも分かってきたことが、実はあの免疫細胞の 70% 型が腸内にとか、まあ、腸のちょっと壁の外側か、なんかその辺にいるらしいんですね。 70% って多かったですよね。で、腸内細菌っていうのがも、免疫細胞とは別ですけども、腸内細菌も腸の中にいます。で、免疫細胞はなぜ腸のあたりにいるかというと、腸も、栄養を吸収する一番大きな臓器なんですね。胃からはほとんど吸収されません。腸から吸収されます。で、その吸収されるときにやっぱ穴があるんですけども、細かい、そこからやっぱり病原菌が入ってくると。で、その病原菌が入ってくるのを待ち構えていて、もう一番にやっつけるのが免疫細胞の仕事ですから、だからそこにずっとこう控えて待ってるんですね。で、それと同様に同時に腸内細菌のが活性化して元気だと、免疫細胞も元気にいられるということで、腸内環境も整えるのが免疫に、力アップにいいんじゃないかと言われてきます、来てます。で、腸内細菌の餌っていうのがあって、シンプルに食物繊維、食物繊維なんです。これはファイバーですね。で、日本食は優秀です。根菜、ごぼう、人参、レンコン、その他そういうものから豆類、キノコ類、それから海藻類もね、いろいろといいと言われています。繊維質いっぱいですね。それから発酵食品ですね。もちろん納豆から漬物類、いろんな漬物類、ヨーグルト、チーズ、他にも何か皆さんが想像つく発酵食品があったら、もう積極的に取ってください。はい、
次がですね、脱水は免疫システムの敵とありますけれども、十分な水分が体内にないと免疫細胞も元気よく働けないんですね。一番初めの免疫のディフェンスの一番初めに言ったのが皮膚とか粘膜って言いましたよね。で、鼻や気管の粘膜の表面にはちっちゃな繊毛があるんです。ここに絵があるように、この絵の四角い紫の丸があるの、これが細胞の拡大図です。その上にちっちゃな毛があって、その毛が粘膜の流れによってこう細かく動いてるんですね、常に。で、この繊毛が外から入ってきた異物を体の外へ運び出す働きをしてるんです、常に。で、冬になって風邪ひきやすいっていうのはある説によると、この空気が乾燥していて、で、この繊毛が、これ繊毛って外気に触れているので、繊毛がうまく動けないので、異物が外に出せないっていう説もあります。ということで、乾燥っていうのは外気の乾燥もありますし、自分の体の中の水分不足で、脱水になって免疫システムを下げてしまうっていうことがあります。だから、水分たくさん取りましょうってよく言われますけども、これはこういう免疫の方でも重要なんですね。よくもみじの方で私聞くのが、水飲んでくださいねって言っても、いや喉乾かないからって言われるんですけども、よく言われます。喉の渇きが感じにくくなります。で、それだったら喉乾かなくても無理やり飲んでください。もちろんお医者さんにたくさん飲んじゃいけないよって止められてる人は別ですけども、お医者さんから言われてない人は普通に1.5 リッターから 1.8 リッターまでは飲んでいいです。なので、積極的に喉乾いてなくても飲んでください。はい、ストレスですね。これもですね、よく聞きますよね。ストレスは万病のもとです。なぜかというと、自律神経の乱れを引き起こすんですね。そして免疫力低下の原因になります。免疫細胞の働きが鈍くなると、鼻、口、腸なんかの粘膜で働く最前線の免疫も動かなくなります。もう悪いことばっかりです。なので、これストレスはね、自分で気がつかないこともよくあります。なので、そして解消法なんかも、ここで話すとまた時間長くなるけど、自分に合ったストレス解消法っていうのを見つけるのが鍵です。私にとってストレス解消法であっても、別の人にはストレスに、逆にストレスになったりしてしまうので、自分に一番合うストレス解消法を見つけてください。で、今日一日皆さん振り返ってみて、今日笑いましたか？ちょっとでも笑ったっていう方はいいんですけども、大抵ね、皆さん、特にコロナが始まって、部屋にずっといてくださいなんて言われると、もうずっと一日仏頂面でテレビ真剣に顔しかめて見つめて笑う機会全くないんですね。なので、とにかく笑うようにしてください。免疫細胞は笑ったら増えるなんていう研究もあります。で、さっきも言いましたけども、ストレス溜まってても自分で気がつかないことがあるので、ひどくなる前に我慢せずに、カウンセラーの人とかお医者さんに相談してください。気軽に相談してください。睡眠ですね。これもよく言われます。睡眠中に起こるいいことも、こう皆さんもご存知だと思うんですけれども、壊れた細胞が修復される。ストレスも解消されて、で、免疫細胞が一回学習しますよね。さっきお話しした、こう悪い病原体に対して、どういうふうに戦ったらいいかを学習する、その記憶 の持続時間が長くなるそうです。ちゃんと睡眠をとると。
で、まあ、睡眠を高める睡眠のコツももう皆さんご存知かもしれないですけども、十分な時間を寝るだけではなくて、質のいい睡眠を心がけてください。お部屋の明るさだとか寝具の柔らかさ、硬さ、枕の高さ、それから、食事は睡眠の3時間前に終わらせるとか、寝る前にはですね、刺激的な読み物とかテレビは見ないようにして、で瞑想みたいなものをして、その日一日あった嫌なことを一旦リセットするっていうのも一つのテクニックですね。そして朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる、もうことも意外に効く、説明するとまだ長くなりますけれども大事なものの一つです。朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる、明るい太陽の光を見る、太陽を見るんではなくて外の明るい光を見る。はい、また運動です。運動も万病の薬と言われますね。血流が良くなる、体温が上がる、ストレス解消ってことももう当たり前なんですけども、これ一つ免疫力に関して言えることは、過度な運動ですね、やった後にも疲れた、すごいもうすごい運動したっていうやりすぎは一時的に免疫力を下げてしまうそうです。なので免疫力に関しては自分に合ったもの、特に気持ちがやった後に気持ちがいいなって感じる程度の運動をしましょう。で例としてウォーキングだったら1回に 2,30 分程度、週に4回から、まあ、7回、毎日無理しない程度にやってください。ストレッチとかヨガも運動の一つですし、あと下半身の筋肉強化ですね、スクワットなんかも自己流でやらないでくださいね。スクワットも1回周りの人でよく知ってる人に誰か捕まえて正しいスクワットの仕方を勉強して、それで続けてください。JSS でももみじでもきちんとした運動のやり方をZoom でやってると思うので参加してみてください。はい、まとめになりますけれども、病気になった時に急いで免疫力を上げようとしてももう遅いです。なので普段から免疫力を上げようとして、で地道にさっき言ったことを努力してやってないと、いざ病気になった時に手遅れになる可能性があります。ということで、今日から毎日免疫力アップの方法を実行しましょうということで、あれごめんなさいね、体を、これちょっとスライドが前後してました。体を冷やさないっていうことも大事だそうです。体温が1度下がると免疫力が 30% 低下するとも言われています。なので普段から体を冷やさないことが大事ということも言われてました。でこれもですね、高齢者になると筋肉がどうしてもなくなっていくんですね。で筋肉がないと体の熱を作り出せないんですね。なのであと栄養状態も含めて基礎代謝の低下もありますので、筋肉はつけていてください。それから、まあ、内分泌疾患というのが免疫力に関係するってありますけど、まあ、これもまあちょっと難しい話ですけども、甲状腺の問題、副腎機能低下の問題とか、こういうことも体温を下げてしまいます。あと体を冷やす生活環境ですね。夏クーラー のかかりすぎたところにいないとか、普段から足を温めるとか、体一枚羽織っておくとか、とにかく体が冷えないようにしてください。そしてまとめに行って、これ資料ですね。ということで、もう一回ここに書いておきましたけれども、本当に一般的なこと、ワクチン接種は今日話ししなかったですけれども、これも巷でよく言われてますので、わざわざ触れませんでしたけれども、2回のワクチン接種も大事です。ということで、当たり前のことですけども、これを続けることを、これをちゃんと続けている人がどんだけいるかというと、これまた難しいことに問題になりますよね。なので、この8つの方法を心に留めておいて、毎日を健康に生活に過ごしてください。以上です。